E.T. アドベンチャーは世界のユニバーサルパークスリゾーツにあった E.T. をテーマにしたライドアトラクションである。第1号として1990年6月7日にウッディウッドペッカーズ・キッズゾーンにオープンした。現在は世界のユニバーサルパークスリゾーツの中で唯一存在するパークとなっている。アトラクションに設置されているアニマトロニクスはサリーコーポレーションによって制作された。 2012年にダイナミックストラクチャーズによって新たな分岐器が導入された。フロリダ版がオープンした。翌年の1991年6月12日にローアーロットにオープンした。2003年3月14日、世界のユニバーサルパークスリゾーツの中で最初にクローズし、更新のアトラクションとしてリベンジ・オブ・ザ・マミー・ザ・ライドが2004年6月25日にオープンした。 2001年3月31日にパーク開園と同時にハリウッドエリアにオープンした。2009年5月10日にクローズし、更新のアトラクションとして、スペースファンタジーザ・ライドが2010年3月14日にオープンした。マチ列は ET の撮影が行われているサウンドステージをテーマにしている。モニターには映画の制作スタッフが体験談や 作品のトリビアなどを語っている様子が映し出される。また、映画公開30周年を記念した DVD 再発売のポスターが英語をはじめとする様々な言語で展示されていた。屋内のマジ列に入場する前にモニターにスティーブン・スピルバーグが登場し、ゲストに忠告する。ET は地球に取り残されており、ET が不在の間、故郷のグリーンプラネットで病気が流行し、 壊滅寸前になっている。すぐに ET を返してほしいと ET の先生であるボタにカスからの伝言が伝えられる。ET の魔法の指から出るヒーリングパワーだけがグリーンプラネットを救うことができるためゲストは地球にいる ET を空飛ぶ自転車でグリーンプラネットに送り返す任務を受ける。またグリーンプラネットに行くにはパスポートが必要だと伝えられる。 その後ゲストはクルーに名前を伝え、パスポートをもらう。任務を受けたゲストは森の中へと進むが、NASA と警察が ET を捕まえるため、すでに先回りして、捜索を開始している。ボタニカスも登場し、ET の帰還を懇願している。その後、ゲストは自転車を模したライドに乗り込む。ライドに ET を乗せていることがバレてしまい、NASA と警察に追いかけられる。彼らを振り切るため、 空を飛び、ピスタシティな夜景を見ながら、グリーンプラネットにワープする。無事到着すると、ボタニカスに、再び遭遇し、彼は、ET の友人を救うようにゲストに促す。ET のヒーリングパワーで、グリーンプラネットを旅し、彼の友人を復活させ、たくさんの赤ちゃん ET が戯れたり遊んだりして、お祝いを始める。最後に、ゲストは、ET とすれ違い、プレショーで、 クルーに伝えた名前でゲスト全員に感謝の言葉を述べる。その後ゲストは地球に戻る。E.T. アドベンチャーザ・レジェンドはユニバーサル・スタジオ・ジャパンで開催された E.T. アドベンチャーの世界を追体験できるアトラクションである。2009年7月18日から2010年2月28日までの期間限定でステージ22にオープンした。E.T. アドベンチャーの世界を ツアーで巡るを多くする形式のアトラクションで映画 ET のメイキングや秘話の映像を鑑賞しながら ET をはじめとする登場人物たちと間近に対面できるのが特徴で ET の世界観をより深く理解しライドアトラクションを体験していないゲストや映画を見ていないゲストでも楽しめる内容になっていたアトラクションのオープン以来3000万人以上もの ゲストに体験した夢と感動を提供し続けた ET クローズンチャーのフィナーレを惜しむ声が多くのゲストから来たことを受け、この ET アドベンチャーザレジェンドが企画された。ゲストは歩きながら ET を探すツアーに参加する。アトラクションの入り口には ET と記念撮影ができる ET フォト t ポチュニティが設置された。目の前には ET がいる不思議な森が広がり、 複数設置された大型モニターには映画 ET のメイキング映像が流れ、スティーブン・スピルバーグ監督自身が ET が奮闘した冒険について語りかけてくれる。森の中を進むと ET の先生、ボタニカス教授が姿を現し、消えた ET を探し故郷グリーンプラネットへ送り届けるよう指令を出す。ここではゲストは ET を救う冒険者という設定。 E.T. がいる場所では映画の感動的なシーンが蘇り、ゲストも E.T. と共に宇宙船に乗り彼の故郷グリーンプラネットに向かうことができる。グリーンプラネットではライドアトラクションに登場した E.T. の友人オービドンやマグドルなどが出迎えてくれる。E.T. が住む色とりどりの世界に降り立ち彼らと生きる喜びを祝ううちにしばし映画の中に迷い込んでしまったような臨場感を 味わえる。最後は地球に帰らなければならないゲストを ET が見送り、冒険のツアーは終了する。アトラクションの出口には自転車のカゴに ET を乗せて空を飛ぶエリオットになりきることができる携帯電話サービスが登場した。これは専用携帯ページで自身の顔写真を送信するとエリオットの顔部分が自分の顔写真となって表示されるサービスである。ありがとうございます。